ジュリアーノ・ブジャルディーニはイタリアの画家であるフィレンツェに生まれた。メディチ家当主でフィレンツェの支配者ロレンツォ・デ・メディチが自らの庭園の跡地に屋敷に開いた美術学校に入学を許された。当時のフィレンツェの人気画家ドメニコ・ギルランダイオやピエロ・ディ・コジモから学び同世代でギルランダイオの有望な弟子であったミケランジェロと知り合い、ミケランジェロの追随者になった。 1503年に画家のサンルカ組合に入会し、マリオット・アルベルティネリア、フラバルト・ロメオなどと働いた。ミケランジェロとはミケランジェロが1508年から、ローマのシスティーナ礼拝堂の天井画の制作をした、時に助手になることを求められ、ブジャルディーニが描いた、フィレンツェのサンタ・マリア・ノベッダ教会の壁画、聖カタリナの巡教は、ミケランジェロの死体に基づいて描かれた。 ありがとうございます。